どうも、麦です。今日はね、麦忙しくなります。今日はですね、奥さんの実家でバーベキュー大会をお休みなのでしようと思っております。麦も参加してね。麦の専用バーベキュー網が、これ。これで麦の肉を焼いて、あ、怖かった。怖がってやろう。ちっちゃいでしょ。ちょうどいい。だからちっちゃいのも焼けそうね、これやったら。これを麦の専用の肉焼き網にします。はい、麦。せ。で、まずはね、買い出しだ、麦。麦がお世話になったホームセンターに買い物に行きます。麦も連れて。除草剤も買おう。除草剤も買ってね、ちょっ1と、年越しのね、頑張っていく？実家の手入れしましょね、待っていく？麦好きなやつ、お気に入り。麦。行ってきまーす。あれ。もうすぐホームセンターです。麦も来てる。麦が大好きなおばあちゃんとお出かけです。第二のふるさとね、麦。進め。もうすぐ着くぞ、麦。楽しみね。燃えてるかな。着いたぜ。とりあえず麦の故郷行ってみるか。うん。麦知ってる？ここ。気づいた？ちょっと前かがみ、前傾姿勢。気づいたかも。あれ、ここはもしかしてあたいのふるさとか？あたいのふるさとじゃねえか、ここは。着いたぞ、麦。着いたぞ。あら、思い出した。勝手に嬉しいの、麦がなくなった。何か言ったんだ、お耳の中に。アザラシさんかな。本当か。耳がなくなった。里帰りです。気が短めになって里帰りです。手持ってる。わかりました。嬉しいね。嬉しいね。ノールックでお手手だから。そう。ね、あ、時間でねって。嬉しいね。気になるね、ワンちゃんもね。後輩だわね。よかったね、向き合えたね、お姉さん。ペットカート？ペット専用カート。えらいね、おとなしくして。嬉しかったね、お姉さん。よしよし。はい、ある程度買い出し終わり。網とか炭とか花火も買ったね。除草剤も。除草剤。あ、麦が顔出してる。よし、帰ろう。はい、準備ができました。蚊取り線香も焚いて。この蚊取り線香がね、実はじゃん、こういうのがあったから買ってきました。ペット用の蚊取り線香。ペットに優しい香りだって。これもしてるし、バーベキュー。こっちも蚊取り線香。それでは準備します。バーベキュースタート。スタート。
こっち味付けしてるけど、これは麦用で味付けなしのお肉。麦がなんか、肉がうまそうって感じ。ゴミ袋入ってる。いや、お肉の匂いを感じて。麦網持ってきたけど、一緒やな、サイズ。麦の専用バーベキュー網がこれ。これで麦の肉を焼いて、あ、怖かった。怖がってやろう。ちっちゃいでしょ。ちょうどいい。なんかちっちゃいのも焼けそうね、これやったら。網目ね。麦網いらんやったな。じゃあ食べようぜ。うん。使うよ。なんで？はい、牛タンが焼けました。麦の後で焼いてあげよう。まだねちょっと早いんですよね、晩飯には。なので後で麦には焼いてやろう。美味しそう。まあそうね、肉汁とかたっぷり、肉汁たっぷりある。はい、いただきます。汗しよう。来てる。うまい。はい、焼けた麦牛タン。どうぞ。美味しいね、牛タン。おお、めっちゃ食べる。やばい。一口サイズにカットして冷ましてます。うまいね、牛タン。はい、これ麦肉。これも麦肉。これはでかいけん半分。もう焼けるよ、麦、待ってね。これ麦肉。かわいい。はい、麦肉お願いしまーす。はい、麦肉。一瞬麦は麦も大興奮ですね。お肉好きなの、麦。麦、お肉好きみたい。俺と一緒や。麦も太るかもしれんな。ササミもある。ササミから食うんかい。バーベキューじゃないと思う。ちゃんと焼けてるよ。うん、美味しいね。牛さん。わ、牛も食べた。水も飲み飲み。今日は豪華やね、麦飯。もうこれ鶏肉食わんでいいな。うん。こんだけ食べた。早っ、麦、ささみ好きね。早すぎるだろ。ささみ好きや。あ、でも、半分にさ、まだあと半分あるんだけど。もう十分やな。ちょっと多いかもね。いつものご飯の量。美味しいね、麦。ヒートが来るしね。手術も控えてるけん。ステーキじゃん、麦。肉まみれやね、今日。じゃあ、玉ねぎに醤油をかける。おいしい。最後、はい、ささみいって、いきます。完食。へえ、早むぎ。醤油だまりを作る。本当だ。美味しかったの。手で押さえて。まだ食べたい。油か。最後、豚揚げよ。豚揚げてないけ。豚いい子。大丈夫。はい、バーベキュー。麦もね、そこで待ってる。麦。楽しいね。バーベキュー。でちょろげが。結構食べたね、麦も。楽しいね。そこで落ち着いてるやん、もう。眠たくなった。豚肉。最後の麦飯。今日は豪華やね、麦。肉食や。鶏、豚、牛、豚。豚好きね、麦。早っ。
鶏豚牛米。いや、サラミが一番多かった気がする。早さです。ささみね。両方あるよね、サラミとささみ。あるある。早いね、豚。美味しかったね。もうなくなったよ。皿なんだよ。はい、もう麦。ね、お腹いっぱい。いや、その下にあるタレ食べたら。来た来た来た。もうないよ。ねえ、覚醒確定やん。焼肉越しの麦、ほら、焼肉をとても食べたい。もう食べたよ、麦はいっぱい、たくさん食べたね、麦。なんでこんなに食べたそうなのかな。はい、帰ってきました。今日ね、麦はあの昼寝をね全然してなかったから疲れ果ててます。ご飯ももりもり食べて楽しかったね、麦。疲れたもんね。楽しかったね。お姉さんに会えたね。ゆっくり寝ようぜ。ここで寝ると布団は、もう怖いってくたばってる。また明日、麦。おやすみ。